超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは。割引クーポンをもらって食べに行った店で食中毒に当たってしまったあなたの味方、超ブレイク塾主催の西澤和弘です。さて、私西澤のまあ限られた人脈からですね、もう厳選した著者や講師の方にですね、彼らの持つ知識やノウハウなどを人間関係や信頼関係が崩れない程度に聞き出しまして、いいとこ取りしてしまうという、まあ腹黒いねノウハウコレクター編でございます。今回も引き続きですね、反則サポーターの牧谷実幸さんに反則のツボ、反則の大事なこと、本質について伺ってまいります。牧谷実幸さんについてでございますが、株式会社ハピック代表取締役、もういろんなお店、会社のね販促活動をサポートしていらっしゃいます。新事業や新商品のコンセプト作りから、もう販促企画ツール作成、お店と一緒に取り組んで、もう PDCA のサポートまでね、もうがっちりやって成果が出るように、そんなお仕事なさっておられます。著作におきましては、お金をかけずに売り上げを上げる販促ネタ77、最新刊は、そのシリーズですね、ディズニーから教わったお客様から動いてくれる反則ツボ71、こういったね5冊の著作でございます。詳しいプロフィールに関しましては、インターネット反則ハピック、販売促進の反則ですね、それとひらがなでハピック、これで検索していただいて、牧谷さんの会社のホームページ、ご覧いただければと思います。さて、今回はですね、うまくいく反則とうまくいかない反則の違い、それは反響を狙って作っているかどうか、じゃあその反響を狙って作るとはどういうことなのかというところについて伺ってまいります。それでは地道だけど鉄板の裏道ルートへご案内しましょう。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。さあ、前回に引き続きまして、反則サポーターの牧谷実幸さんをお迎えしております。今回もよろしくお願いします。お願いします。牧谷です。で、はい、反響を狙うとはどういうことなんですか。はい、お客様がどんな動きをするかっていうのを先に想定しておくってことですね。お客さんが、実際に、足を動かす行動もあれば、心がカチッと動く、そういう動きも含まれます。お、足もそうなんだけど心、はい、例えばもう買うか買わないかってすごい分かりやすいですけど、お客様が商品を買うまでにはいくつかステップがあると思うんですね。まず、商品とかお店を知る。で、次に興味を持つ。興味を持つ。はい。で、なんかいいなと思って、欲しいな、行きたいなって思う。で、いや、行かない理由っていうのがなくなる。なくなりますね。で、最後に、今かどうかって判断するんですね。いつやるのみたいな。そう。これが一番大事なんですけど、で、判断をして購入とか来店に至るんですね、ステップとして。はい、で、これ分解して、それぞれ次のステップに行くような仕掛けをしておくといいんですけど、はい、例えば、僕の中で一番大事なのは判断をしてもらう、今買うか、今行くかどうかを判断してもらう。もう最後のところ、ここがやっぱり肝だし、この回数を増やすことって僕はすごい大事だと思ってですね。判断する回数ということですか。はい、これ大事なんですよ。っていうのは、例えばちょっと前にエコポイントって、エコポイントありましたね。家電エコポイントって、私お金なくて何も買わないで終わっちゃいましたけど、ね、ですか。冷蔵庫も買い替えないでそのまま古いの使ってますけどね。そうですか。はい、もう一回エコポイントあるといいですね。ですね、エコポイントって、2011年3月に終わったんです。はい、でこの時っていうのはちょっと震災とかがあって、別に盛り上がらずに、なんかね最後上山感がありましたね。はい、これは状況が状況仕方ない部分があるんですけど、その前に一回ピークがあったんですね。はいはい、それが前の年の確か11月の末だったと思います。この時に何があったかっていうと、エコポイントが半分になりますよって時期だったんですね。そんなのあったんですか。あったんですよ。
そこで今っていうのが起きたんですね、うん、今買うかどうか、今買えば全額もらえる、でこれ過ぎると半分になっちゃう、だからここで買うかどうかの判断をそこでされたわけですよ。おお、いつ買うの、今でじゃん。いや、本当そう、今だったんですね。でちなみに僕今だったので、そこでテレビを買ったんですよ。本当でようやく地デジを買ったんです、そこで。へえ、じゃあ駆け込み需要みたいなの喚起したわけですけど。はい、そうなんです、そう、本当そうなんですよ、うん、待たないと店員さんに聞くことできないぐらい混んでた。うん、あら、これってのは判断する回数を増やしたポイントなんですね。その、じゃあその最後の期限の時までに1回判断すればいいっていうのを、はい、もっと手前で1回判断させちゃったという。はい、そのキャンペーンを2回に区切ったんですよ。うん、1回キャンペーンやります。で、うん、スタートの時と終わる時のが一番大きくなるじゃないですか。うん、もう終わるんで書き込み需要って増えるんですけど、うん、そう、真ん中にもう1個山を作ったんですね。うん、この回数があるから、ピーク2回あるから買う可能性増えますよ。そうですね、はい、2回買う人も増えると思います。そういうことですね、はい、なるほど、これ分かりやすい。セブってすごい反則してるんですよ。いや本当ですよ。例えばそういう、まあ、2回山場を作るような設定を作るとか、はい、それがその反響を、まあ、狙って作っているということなんですかね。はい、それっていうのは、まあ、判断してもらうっていう行動をしてるんですね、行動を流してるんですよ、うん、それが買わないって判断もあるんですよ、うんうんうん、だけど、はい、今買うかどうかってお客様の行動ですよね、うん、それを促す施策になります。なるほどですね、はい、超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。あとですね、はい、反響を狙うっていう意味でちょっとこの間、うん、西澤さんとの参加させてもらったイベントが、イベントね、はい、ワントークワンメッセージという、はい、ええ、でその時におみくじを持ってったんですよ、はい、超ブレイク塾にかけて超ブレイク、ね、手の込んだのを作っていただいてね、うん、それもちょっと反響を狙って作ったものなんですよ。超ブレイク時、はい、ちょっとこれを簡単に説明していただきたいんですけど、はい、超ブレイク時は、まあ、おみくじなんですね。オリジナルで作ったおみくじです、はいはい、神社で引くようなおみくじ、うん、で中身を、うん、まあ、超ブレイク塾に合わせて作ってて、はいはいはい、で超ブレイク基地とか、はい、末ブレイク基地とか、ああ、ありましたね、はい、あと、うん、でそれはまあ楽しんでいただく、うん、いければいいなと思いながらなんですけど、はい、1個仕掛けをしてたのは、うん、参加者さんをちょっとテーマにしたおみくじを作ったんですね、うん、で著者さんで、うん、吉田さんっていう方も来ていらっしゃってて、はいはいはい、で僕、まあ、承諾得ないんです、勝手に吉田基地とか作ったんですよ、うん、吉田幸弘さんね、はい、吉田幸弘さん、うん、はい、で中身はですね、うんうん、吉田さんを褒めるべし、うん、承認してもらえれば吉っていう中身にしたんですね、うん、まあ、吉田さんが承認アドバイザーそういうお仕事されてるのでそれにかけてて、うん、で何狙ってるかというと、聞いた人が吉田さんにかけよってって話しかけて褒めてもらえたらそこでコミュニケーション生まれるだろうなっていうことを狙ってたんですね、うんうん、そしたら実際にそれをやってくださった方がいて、二見茜さんが吉田基地を引いて吉田さんのとこでこんなの引いたんですよ、うん、やってくれて、実際僕も呼ばれて写真撮りました、うん、ああ、はい、載ってましたね、はい、うん、それ Facebook とかも上げていただいて、はい、嬉しいなと、見事に口コミが発生してしまったね、はい、ありがたいなと、うん、はい、あれね、西沢基地引いたやつが来ねえの。あら、来なかったですか。うん、そうですか。なんか気に入らねえんだろうね、俺のことがね。うん、僕失敗したのかもしれない、ちょっと重かったかもしれないですね。何書いてあったの、何書いてあったの。握手して3秒見つめ合うべしみたいに書いてたんですよ、うん、で何かが生まれれば基地みたいにしたんですね。あ、それが迷惑だった、何か生まれちゃ迷惑だったみたいなね。これ勉強になりますね、うん、軽いやつがいいんでしょうね。ありがとうございました。でもね、うん、実際それもう一個これも狙いはあって、これも実は口コミも狙ってて、まあちょっと自分が嬉しい体験をするっていうのは気持ちが高まると人にも言いたくなるんですね。でちょっと自慢できるものじゃないですか、俺なんとか引いたよ、何吉引いたよっていうのを自慢しやすいツールになるんで、その誰かに言っちゃう口コミも狙っています。で実際にこれ写真撮って Facebook 上げてくださった方も何人かいらっしゃいました。はいはいはい、じゃあ本当に、じゃあその思い描いたというか、まあその反響を狙っていったところがしっかり取れたというね。はい、はい、今回はうまくいきましたね。うん、もう一個これ言っていいですか。どうぞどうぞ。これ、ぜひ、まあ、はい、まあ狙いの一つなんですけど、ええ、おみくじってちょっとご利益ものなので、うん、捨てづらいんですよね、はい、あ、捨てづらいですね、まあ、私の日だと捨ててそうですけどもね。まあまあいろんな方いらっしゃる、捨てても別に構わないんですけど、どちらかっていうと普通のショップカードとかよりは捨てづらいものになるんですね、はい、うん、うん、だから財布に残りやすいじゃないですか、はい、でそれもう一回見た時に自慢したり、うんうん、もう一回思い出すツールになったりするんですね、うんうん、ありがたいですね。それでまた思い出してうち来てくれると嬉しいですからね、はいはい、うん、そういうのを狙っておりましたね、うん、ほう、しっかり設計してますねこれね。そうなんですよ、狙うかどうかですよ、うんうん、
ただ単純に、うん、いやおみくじ面白いねやろうかってやってもそんなうまくいかないと思います、うん、あなるほどね、はいうん、どんな行動してもらうかっていうのをちゃんとイメージするかどうかですね、うん、だからそういう意味でいくと別にちょっと形が面白いっていうのはいくらパクられても別にいいやって感じなんですね、うん、真のところを、うん、まあ本当はまあちゃんとパクっていただけるのはそれはそれで OK なんですけど、うん、ただ形だけ真似されても別に怖くもなんともない感じがします。はあ、はい。じゃあ前回ほら割引をね、はい、割引値引きは悪い例という反則例ということで、はい、おっしゃってましたけども、それもちゃんと動線が引いてあれば OK と。OK、はいはい、です OK です。お客様が買うプロセスがあったじゃないですか。うんはい、知る、うん、興味持つ、うん、欲しいと思う、行かない理由がなくなる、うん、今だって判断する。うんうん、で、この行かない理由のところにちょっと背中押しで、今だったらちょびっとだけ安いですよはありだと思います。あ安いからじゃなくて、興味を持った後に最後の一押しで、うん、ちょっと後押ししちゃうようなですね、はい。何月何日までだったらちょっと何がサービスですよ、うん、は最後の一押しなんで、うん、いいと思うんですね、うん。これは安いから来るんじゃなくて、うん、お店に興味を持った上で最後の一押しをしてあげてるだけだから問題ないと思う。じゃあもう興味の喚起の時点で、お安い、興味を持った、だともアウトですよ、うん。ダメダメです。ダメっていうか、来てくれるかもしれないし、その場は売り上げ上がるかもしれないんですけど、うん続かないですし、やりがいがないなと思ってます。なるほどですね、はい。幸せにならないと思います。で、お客さんも幸せになりづらいと思うんですよね。うん。お店の思いと、お客さんの思いが合ってないことがあるから。はいはい、そうですね、うん。単にやり取りしましたっていうだけですよね。はいはい、お金がちょっと動いただけっていう。そうそうそうなんですよ。うん。それって、すごい寂しいかなって思っててですね。うん、心が通い合ってない。うん、そうなんですよ。共有する何かがないみたいなね。はい。うん、そうそうそう、すごい大事じゃないですか、うん、心の動きってすごい大事だと思ってて、うんうん、心がの充実するかどうかっていうのは、はい、波が、うん、大きな波があるかどうかっていうのも一つだし、うん、波が何個あるかっていうのも大事だと思うんですよね。あ、大きさも回数も個数も、うん、そうそうなんですよ、うん、ちょっとディズニーの話すると、ディズニーランドって、うん、波がいっぱいあって、うん、例えばスプラッシュマウンテンとか、うん、ビッグサンダーマウンテンって大きな、うん、ドワーンって波があるじゃないですか、うん、でこれだけだとしんどいんですよ。一日の中で、それしかなかったら、2、3時間もあって、それの1回の波だと、多分満足度低いんですけど、うん、ディズニー行く中では、いろんな波があるんですよ。ちっちゃい波がいっぱいあるんですね。うんうんうん、普通に歩いてると、掃除をしてくれる、掃除の方が、まあ、いやいや、出ますね、マジックを始めたりするじゃないですか。うんうん、それも、なんか普段歩いてる中でも楽しみだったりするし、うんはい、隠れミッキーもそうですし、はいはい、なんか歩いてなんかちっちゃい波がいっぱいあるんですよね。だから、この波がたくさんあるほど、心って多分、動いてる時間が長くなるから充実するんだと思うんですよ、うん、これはすごい大事だと思うんですね、はい、だ心の動きをちょっと回数を多くしてあげるとかそ、ねうん、ういうことなんですね、はい、さて今回も内容盛りだくさんでカットするのがもったいないということでこの続きはパート2をお聞きください。